始まりましたバトルフィールド。こんばんは、八文字です。はい、こんばんは、 MC 正社員です。はい、ジブラさん、今日はイベント出演のためお休みです。あ、なるほど。はい、はい、残念。はい、残念。はい、はい、まあでもね、はい、ジブさんお休みということで、その代わりにゲストを今日はお招きしております。ジブさんすごいの出てますね。なんすか？埼玉スーパーアリーナの、はい、読んで、ダンスライブワールドカップ2008、はい、ダンスアライブワールドカップ2018ですね。すごいね、ジブさん、はい、埼玉スーパーアリーナですね。すごいですね。すごいな、何なんですかね。いや、本当すごいわ。はいはい、はい、うん、いや違うですよ、このイベントがどういうイベントなのかなってことです。はい、うん、うん、まあでも埼玉スーパーアリーナとか、はい、あ、ジブさんそんな行ったことないでしょ。一回もないですね。俺外でアーシャ撮ったことあるんですけど、なんか子供と一緒に、はい、あのディズニーランドのスケートみたいなやつ行ったんですけど、あ、アイスなんちゃらみたいなやつね。そう、本当に結構規模として、はい、いわこ1万とか2万とか入る箱って、はい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 、こういう感じなんだなって思いますよ。え、どうですか、戦国やれそうですか。いや、戦国無理なんじゃないかなって。あ、結構食らった。いや、結構食らうっすよあれは。あ、はい、そうですね、目指しましょう。はい、目指します。頑張ります。まあそのジブさんお休みという代わりじゃないですけども、はい、スペシャルなゲストがこの後ね、あ、なるほど、はい、来てくれておりますので、はい、You to the answer ID、 この2人に、はい、番組後半で登場していただきたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみにしてください。お願いします。はい、では行きましょう。この番組は日々熱戦が繰り広げられている MC バトルの大会をいち早くレポートしていきます。はい、早速行きましょう。 MC バトルヘッドライン、正社員、今日紹介してくれるなどの大会。はい、正社員さんな書いてあるっす。今日は書いてあるっす。はい、正社員さんな。はい、どちらですか。はい、今日はですね、7月29日のアンダー22 MC バトル2018第6次予選、はい、やりましたね。はい、持ってきました。はい、いくつ、こちら2つ、はい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 、2試合持ってきまして、はい、まあ、八村さんも今回司会で。そうですね、ありがとうございました。はい、だいぶ楽しかったです。そうですね、うん、あの関東最終予選ということで、はいはいはい、エントリー数が結構いたよね。むっちゃいたよね。64プラス8人とかいたから。そうだよ、72、73ぐらいいて、うん、まあ、あの最後 の、 あの枠をあの争ってたんですけど、はい、やっぱアンダー 22MC バトルって、はい、結構今若い子本気で取りに来てるなって感じましたね。そうですね、うん、あのでほらもう6回目じゃないですか、言ったら、うんうん、であの1時と 2.5 時かはタワレコで選抜だったから、うんうん、4回ぐらいしかないわけですよ、あの出れたのが。あ、そっか、エントリーできたのはね。まあそうだね、だから、まあ、5回か、2、3、4、5、6、うん、天候岩とか、うん、はいはい、で、あの、まあ、準優勝してるやつも、うん、もう発表ではあれですよね、あ、準優勝ももう本戦いけるんで、はい、出れるっていう発表はしたっすけど、うん、してない段階でのエントリーだったんで、うん、今回も準優勝経験者がすでに来てるんで、うん、枠がどんどん削られていくと。そんな中でのみんなのしのぎの削り合いだったんで、みんな本気だったんじゃないですかね。うん、いやちょっとね、うん、なんか、あ、まあ、すげえみんなスーパー本気だなと思ったのと、はい、あのなんだろうな、まあ、結構本当にいい試合が多かったんですけど、はい、まあ、やっぱちょっと今大会ユーマロ、うん、ユーマロがやっぱすごい目立ってて、はいはい、まあ、優勝したユーマロですね、うん、まあ、ユーマロの試合をちょっと2つ持ってきたので、とりあえず聞いてもらいたいですね。はい、でもこれはベストバウトですよね、はい、ベストバウトです、ベストバウトです、うん、はい、じゃあ、はい、まず1個目いきましょうか。はい、まず1個目が、はい、スパイラル VS ユーマロですね。出ましたね、はい、じゃあこれどうしよう、先に聞いちゃおうか。そうです、これはどちらの、どちらと、ベス、え、何が、ベスト4です、ね、ベスト4です、そうです、言いましたよ、はい、あ、言いましたっけ、はい、ベスト4です、はい、わかりました、はい、じゃあ聞きましょう、お願いします。先行スパイラル高校、はい、聞いていただきました、ベスト4の試合、先行がスパイラル、高校がユーマロ、うん、両方茨城ですよね。そうですね、同郷対決って今あのゴモラさんもコメントくれましたけども、うん、はい、はい、すごいねユーマロ、スパイラルもすごいけど、スパイラルの方が後輩なんですね。そうですよ、あいつは16ぐらいじゃないですか。赤ちゃんですよ。いやーでもちょっとすごいな、ゆうまろも相当若いイメージだったから、うん、あ、でもそっか、3つ違うのか、うん、そうだよね、いや3つじゃ2つぐらいじゃない、ゆうまろって19、そうっす、あ、まあスパイラルも17か、そうですね、はい、2つ違いとかですね、うん、いや、あの、はい、うん、いいよ、あ、いやスパイラルもユーマロも、うん、実は結構昔から知ってるんですよ、はいはいはい、あの選手権のオーディション出たりとか。そうなんですね、うん、俺全然知らないですもん、去年のバトーのグラちゃんにスパイラルが、茨城で取って、はいはいはい、出てきて、うん、なんかでもなんかその時よりもすげえ上手くなってるし、はいはいはい、あのやっぱユーマロやっぱあのグルーヴ感があるのがいいっすよね。そうっすね、あのくつろっぽくない、うん、そうぽいってのはいい意味で、いや、いい、まあそう、まあ、似てるとかじゃないよ、わかるわかる、うん、うん、あのなんかなんだろう、結構ユーマロをみんな評価するポイントって、はい、なんか
なんかちょっとこれいいなと思ったのが、うん、なんかその YouTube でユーマロバース順みたいので、はい、やって平成最後のリリシストみたいな書いてあったんですよ、はいはいはい、確かにユーマロリリシストだけど、うん、でもユーマロのやっぱり魅力結構リリシストであって、うん、そのグルーヴ感もすごいあるからみたいな、はいはいはい、だからすげえそこがいいよなと思うんですよね。あのちょい鼻にかかった声で、うん、あのでちょいもたりなんですよビートの乗せ方が、うんうんうん、なんで、うん、あの引っかかるんですよね、うん、あの気持ちいい、うんうん、なんか結構この試合もスパイダルが4バース目、はい、3バース目であの切ったらレッドの下りで、はい、結構スパイダルがもうやられたって顔してて、はい、あの完全に4本目を忘れてましたもんね、はい、それ違うんですよ。違うんですか、はい、終わった後スパイラルに話したんですけど、うん、あいつはバースを間違あの本数を、うん、あの間違えるっていう癖があるらしくでこの時2本だと思ってたらしいんですよ、うん、あなるほどね、はい、はいはいはい、じゃあお前3本やったらミスじゃんっていう話して確かにって言ってたんですね。かわいいやつなんですよスパイラル。なるほどね、はい、八王さんスパイラル好きっすもんね。大好きですね。そう分かる、はい、八王さんスパイラル好きなんだよいやでも、はい、あの俺が好きなのは人として可愛らしい後輩というか、うん、まあ、後輩じゃないですね。すごいちっちゃい友達です。あ、はい、なんで好きなんですけど、はい、あのバトルっていうかさフリースタイル、うん、こいつ完全即興じゃん。こいつって言っちゃった。スパイラル？うん。すげえなと思うんだよ ね、うん、あの何にも用意してきてないけど、うん、あのその場その場で出してくるっていうのをすごい感じて、うん、だから結構ヒヤヒヤするんですよ見てて。うん、あのスパイラル勝ってほしいなっていう日とかは特に、うんうん、そこがすごいなと思います。うん、でもそれをユーマロがちゃんとね、あの間違いなく即興で相手の言葉でひっくり返すっていう、うんうん、しかもそれを用意してきたかのようなクオリティでひっくり返すじゃないですか、うん、そうね、半端ないよね。あとはあのユーマロはその言い返すっていう技術もすごい高い、うん、なんかいやお前さっきそう言ったじゃんみたいなこと、いやそこはそうじゃなくてこうだからって、はいはい、結構最近のその若手が、うん、割とバトル中によくやる流れなんだけどユーマロは本当にそれがグルーヴ感もあってリリシストで言ってることも言いまかすから、うん、超強えなみたいな感じですよね、はい、うん、であのさっきのなんだっけ、そのあ先輩ダセー先輩の背中はお前その時点で背中見てるそうそうそう、ほんでなんだっけ、さ先を行くなら右側追い越し、ね、車線みたいな、よくそこまでつなげるなって思いますよ。あーユーマロこれこの日優勝するんじゃないのこれもしかして。いや優勝しましたよ。でおめでとうございます、はいはい、もう一試合いきましょうか。もう一ユーマロ特集になっちゃったんですね、はい、そうですね、はい、次は、もう一試合はベスト8の MC だるま VS ユーマロですね。はいはいはい、まあ、これだるまはあの名古屋のだるまくんっていうか、あの喫音症のだるまくんっていうか高校スラップですか、あ前回出た子ですではなくて、とは違う、違くて、はい、なんか結構いかつい感じの、うんですよね、うん、あ初めてでしたこの日。俺はねこの日初めてだったんだよ。あそうなんですね、うん、僕もです。初めてなのかな、まあ会ったことあるかもしれないけど、わこんなこの人かっこいいなって思ったっていうか、なんかなんだっけな、うん、MRJ か凱旋かなんかに出てるよね、うん、出たことはっていう話は聞いてですけど、まあ初めて見たんでなかなかやられましたね。そうですね、はい、でまずはじゃあバトルいきましょうか、はい、じゃあダルマ VS ユーマロベスト8の試合聞いてください。おい先行ダルマ後攻ユーマロ、はい、聞いてもらいましたベスト8は MC ダルマ VS ユーマロ、すごいね、はい、いやこれね聞いてて声出ちゃうもんね。いやユーマロいいですね、はい、はい、ただあのね、はい、あのユーマロ始まる前にインタビューで、うん、あのまあさせてもらって、うん、はいはい、まあ、ユーマロが戦いにくい相手ってどういうやつなのっていう、うん、結構まあどんなやつでも倒せるというか勝ってるじゃないですか、うん、なんで聞いたんですけど、うん、まあ、自分と同じなんですかね、匂いというかスタイルを感じるというか、うんうん、ってやつが一番苦手だと、うんうん、で、まあ、実際あ終わった後も聞いたら、うん、ダルマは実際そうだったっていう。あダルマとユーマロ似てますかね。似てる似てないじゃなく なんだろうな、でもなんか感じません、そのおしゃれ、おしゃれじゃないな、憎い言い回し、うん、うん、まっすぐ言わずに一個ひねって言葉を出してくる感じですね。そうするともう一個ひねって返さなきゃいけないじゃないですか、ヒューマロも大変だと思うんですよ。はい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 、はい、でもなんかユーマロこの試合はね、うん、あこれユーマロ負けるかなとか思ったら、はい、やっぱあの一発ね、あの使いようと不採用でね、はい、はいはいはい、やっぱユーマロひっくり返して、はい、これ延長いくんですね確かね。延長いくっすね、延長行ってユーマロ勝つんだけどね、はい、すごいねユーマロは。ユーマロがやっぱね、うん、即興で拾ってるって今思ったのが2つ、うん、あのその2つ、うん、あのそうスカイウォーカーのところがなんか違うことで噛んだのと、あとあのカリエッティって言ったんですよね、うん、カリエあのよくフリースタイラーがありがちのあるある、そうあの即興あるあるですね、ない言葉を言ってしまったやつそう作っちゃうやつですね、はい、ない言葉作っちゃうやつ、ね、そうなんですよ、はい、まあでも、はい、ダルマも面白かったんで、うん、また出てほしいなと思いますけども、あの最近ね、うん、やっぱちょっとエントリーとかしてて、はいはい、アンダーテンジでエントリーとかしてて、うん、こうダルマくんとかもそうだったんですけど、はい、ダルマくんとかとこの他にいたタイホームとか、タイホーム、はい、
あとあのデームのデームまあデームもそうだし、ああデームの周りにいる誰だっけ、あの人スプレマシー、スプレマシー、はいはいはい、スプレマシーだよね、ちょっと、がどこつい感じの強そうな子、ね、強そうな子、はい、いや本当ね、なんか今 MC バトルってちょっと10年ぐらい前の俺らがもう一生懸命やった時って、はい、ちょっと暗い効果あったじゃないですか。そう、いやいや結構暗いってなんですか、内気な感じですか。うん、やっぱ内気な子多かったと思うし、はいはいはい、バトルに率先、まあそんなこともないのか、でもなんか若い子は全体的にちょっと20代20代ぐらいの子でフリースタイルやってるっていう子はちょっと内気な子が多かった。あ、まあ確かに、うん、10年ぐらい、オラオラは全く感じない、そうそういうオラオラな、みじんも感じない、オラオラな子は結構曲楽曲とか作ってたりしてて、はいはいはい、俺らが10年ぐらい前バトル出た時って、うん、そうだね。でも最近やっぱりあの本当にこの22歳以下とかやってて思うんですけど、はい、もう普通におしゃれで、うん、かっこよくてちょっと不良っぽいやつとかエントリーしてくるじゃないですか、はいはいはい、僕エントリー中ね、うん、怖いんですよもうだるまくんとかね、はい、ちょっとねビビってましたからね。いやでもね、はい、分かるっすよ。あとリーパーとかさ、あーあのドレッドヘアのちょっとね、うん、ハンサムな背高いやつだけど、うん、リーパーとかさ、うん、あとそのまあ台本もかっこいいし、あとコーディーとかもさ、あ全く一緒っす。あの俺戦国馬刀この間青山でやったやつ、うん、コーディーと台本も出てなかったんですけど、うん、来てたんですよ、うん、であのフロアで友達とかと、うん、あの遊んでたりするじゃないですか、うんうん、で俺知らないからうわ怖い人たち来てる今日やべえ日だと思ってて やばいっすね、はい、33とか34ぐらいの人が16、17ぐらいでこれビビってるってことだよ、はい、そうっす。いやでもね本当そうだよね、はい、でコーディはその日に話しかけてくれて、うん、コーディっていますっつって、うん、でまあその前のそのなんだっけ凱旋かなんかで、うん、あのかましてんのは名前は知ってたから、うん、あよかったこいつコーディだった知ってるやつだったってなってはい、で、うん、あのタイフォームは結局同じ印象というか変わらない印象のまま当日この日を迎えたんですよ。はいはいはい、で、あの、はいはい、名前も知らなかったし、はいはい、でバトルやってあこの子があの子なんだみたいななって終わった後に、うん、あの吉田さんが紹介してくれたんですよね。タイフォームかっこよかったでしょっつって、うんうんうん、あうんかっこよかったっつってタイフォームまたよろしくねってなったんですね。いやあのねそうなんですよ。あの、はい、おじさんたちね意外とねあのなんか、うん、特に私なんでね結構ネットで偉そうにするとか、はい、あのいろいろ実際偉そうですけどね。いやそれだけじゃだけじゃねえよ。偉そうにするとかいろいろ書かれますけどね、はいはいうん、あのもう全然君たちの方にビビってますからね、はい、私はね、まあ、僕はそうそうビビりながらもうステージで喧嘩があったら止めますよ、はいはい、なるほどなるほど、はい、もう殴られても仕方ないステージの上なら、はいはい、降りたらそんなの知らないです、はいはい、人として普通に怖いですから、はい、なるほどね。ここでちょっとコメント気になったのがありまして、はい、藤コースさんという方から、はいはいはい、八森さんがスパイラルは完全即興って言ってたけどあいつ8小節目とかでめちゃくちゃネタで逃げることしょっちゅうあるなんでそんな、はい、あの悪口を言うんですか。そうですね、これしかも RT とか結構されてたりとかしまあ仲いいんでねみんなその辺の世代はね、はい、藤子とスパイラル同い年なんじゃないの。藤子さんとスパイラルは同い年なんですかね、うん、はい、じゃ あ, あのスパイラル君も2000年俗に言う00ですか。00ですか。00なんですかね、はいはいはい、あ、だるまさんじゃねえ、小山さんがだるま対ゆうまろ名前だけならめっちゃ因縁感じるカードですね。あ、これはあの高校セラピス選手権 の, あの人は違うけどそうそう同じカードなんだ。そうそうそう、へだと思うよ、はいはいはい、だと思うけどな、違ったかな。なるほどね、はい、あそっか別にその日は行ってないかもしれないですもんね。はい、そうでございますね。はい、あ、はい、あとはですね、うん、あ、小室さんが予選でやばかった無名の子、はい、無名の子っていうか、まあ、名前がまだ轟いてない子、はい、本戦にたくさん呼んでほしいなと思っちゃうと。今回呼ぶっていうか、なんかあるんですか。今回は一応もう32人でやって、うん、10月12日の金曜日、はい、あ、そう、さっきなんかね、はい、オーイーストですかっていうコメントがいただいたんですけど、あ、 24K さんね、今回も本戦オーイーストですか。オーイーストじゃなくて今回はストリームっていう新しくできる、うん、渋谷駅から直通で行けるなんかあるらしいっすね。新しいのができたんでね。今はもうできてんすか。今は分かんないけど一応9月からこれからできるやつですね。できるやつ、9月からオープンなのかな。はいはいはい。で、結構オーイーストぐらい人数が入る箱でやりますのでね、はい、あのちょっと平日なんですけど、はい、あの6時からバトルスタートって感じ。10月12日だ12ですね、はい、ぜひ皆さんチケットを戦国18社の本戦から売ろうと思ってるんでね。あ、そうなんですね。はい、はい、ぜひ皆さんね、遊び来てください。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、はいはい、お送りしました、はい、Under22 第6次予選から、はいはい、2試合ですね、はいはい、で今後予定されてる大会なんですけども、はい、いよいよ来週、はい、8月11日土曜日に戦国18勝の、ね、はい、本戦がゼップダイバーシティ東京。チケットはどう。チケットあと30枚ぐらい、追加分の30枚ぐらいで一クラス分じゃないですか。そうですね、一クラスの方が来たらね、はい、もう終わりますんで。そうですね、はい、なんかそうですよ、先生が MC バトル好きで ね、 大好きだったらね、行くぞみんなっつって言ったら終わっちゃうんで、うん、皆さん急いでください、はいはい、そしてその 次の週ですね、8月18日、
あ、そうだ、なんだこれ、戦国スパーリング あのバトル練習会を、あ、この間やったやつっすね。あれ面白かったもんね。面白かった、うん、あの NHK のね、はい、あのブリンダビーにね、ブリンダビー、ブリンダビーにね、はい、あの応募した方は無料で、無料で来れるってやつ、はいはいはい、でエントリー料金も無料だし賞金も出ますよってやつを、うん、このレップのスタジオ のミッションでね、はい、あのやりますんで、はい、皆さんね、今回は3時からやりますんで遊びに来てください、はい、土曜日ですね、はい、よろしくお願いします。お願いします、はいはい、その次の日8月19日日曜日にアンダー22 MC バトル2018第7次予選、はい、大阪、大阪クラブサーカスですね、はい、はい、お願いします。これなんかあれ、うん、まだ821だかっていうのは821、うん、821、はい、あ、821もあるね、タワレコで、うん、いいんすかそれ言って。いいよ、戦国馬頭の、うん、はい、渋谷のタワレコですよね、うん、渋谷タワレコ4階で、はい、はい、あの戦国馬頭の、うん、16人選抜おで、これ優勝した方が、はい、馬頭本戦、はい、行けますのでね。あ、1人なんですね。2人です。あ、2人なんですね。優勝準優勝も、はいはいはい、あと亮太が CD 出すんで、はい、亮太のサイン会と、あと TK もライブしますんで、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、皆さん来てください。無料ですもんね、はい、無料です、無料です、はい、来てください。じゃあ来週する レポートする予定の大会は何？来週この間戦国スパイの練習会から、うん、ちょっと何か試合か、はい、面白い試合が、ね、あったんでね、はい、練習会とはいえ、はい、はい、皆さんお楽しみにしてください。お願いします。ということで、はい、次のコーナーに行きたいと思いますが、はい、ここからはですね、先週から始まった八森さん、はい、こちらのコーナーに行きましょう。すごい神妙な感じですね。はい、お願いします。はい、では行きましょう。題して、はい、八森のバトラーズソング はい、いいよ、すいません、長谷さんありがとうございます。グングって、ね、はい、今日は誰を紹介してくれるんですか？はい、あ、まあ、まずこのコーナーですね、はいはい、僕が発掘したり したりおすすめしたいバトル MC たちの音源を紹介していくコーナーでござんす。お願いします。はい、で、今日紹介するのがバラ AK 柴犬と、はい、あ、柴犬ね、はい、バラ、はい、どんな人？はい、バラ、うん、俺の印象はね、はい、あの神奈川出身ですか？そうですね、神奈川大和かな。神奈川出身のアイドル好きの熱血野郎っていう感じの、うん、おー、であのそうなんですよ、うん、めちゃくちゃ真面目なんですよね。むっちゃ、あいつ2いくつなの？あいつって24、5、6ぐらい。青リンゴと一緒っすよ。あ、じゃあ 26? うん、ぐらい。あ、26ならもう出れないんだね、あの NHK のやつは。ああ、あいつは出合いそうだけどね、なんかね。嫌でしょ。嫌なのかな。嫌なのかな。なんかすごい好きそうだけどな、俺。あ、そう、うん、あ、でも一回じゃあ話してみようか。そうだね、お願いします。年齢が大丈夫ならね、はい、お願いします、はい、で、まあ、わら今年 UMB 神奈川を取りまして、うんうん、はい、まあ、今年の神奈川の代表としてね、うん、はい、まあ、はい、あの神奈川、まあ、どこもそうなんですけど、うん、UMB 取るって、うん、お客さんもそうだし、うん、例えば先輩たちもそうだし、うん、いいよお前だってなった人が優勝するわけじゃないですか、言ったら、うんうん、なんで、まあね、若干25、6歳で神奈川を、まあ、まず今年の顔としては背負えさせてもらえたっていう、はい、とこですよね、はいはい、そんなバラ、まあ、あれですよ、バトルだけ戦国ではすごい出てくれるんで、うん、もうみんなバトルでは散々知ってると思うんですけども、うん、音源やライブもねすげえ頑張ってるし、ライブはもうほんとね、バトルよりも、まあ、当然力を入れてるし、そこが自分の武器だみたいなとこも結構言ってるんで、うん、ぜひチェックしてもらいたいなと思うんですけども、まあ、ここで本人コメントまず読ませてもらいたいと思います、はい、お願いします。はい、今日紹介するこの曲は、最近出した EP の中で一番評判のいい曲です、うん、俺のツイッターの固定ツイートに購入できる URL があるので、そこからぜひゲットしてほしいです、はい、年末は UMB のグラちゃんがあるので、うん、そこまでに2枚目の EP を売る予定なので、そっちもぜひ、うん、今年もたくさん音源出します、うん、ガイシャスということで、はい、はい、いいね、いいね。いいんですよ、はい、このね、固くならず自分の言葉をちゃんとね、入れてくるっていうのがね、はい、もうバラのその人間味のあるところで いいですね。あとは僕と結構AKB の話で盛り上がったりとか。なるほど、なるほど。去年のあれですよ、 UMB リベンジ、はい、まあ、バラも俺も出たんですけど、はい、結構早く終わったんですよ、3時半とか、うん、でそっから朝6時始発ぐらいまで、うん、ずっとAKB の話してて2、3時間、はい、もうだからリベンジの印象は全くなかったです、その日。なるほど、なるほど、はい、はい、そしてこのね、うん、レップのアシスタントであるカナポンという子がいまして、うん、はいはいはい、もうバラの大ファン、うん、なるほど、はい、その情報いらねえんじゃないか。あ、本当ですか。はい、いや、カナポンがバラリベンジ来たんで、あ、カナポン俺見に来たのって言ったら、バラさん見に来ましたっつって。カナポンの話いいわ、はい、もう今日いないんで、はい、行きましょう、はい、じゃあ聞いてもらいましょう、はいはい、バラ AK 柴犬でどうにかなる、プロデュースドバイ DJ エレメント、はい、はい、お聞きいただきましたのはバラエケー柴犬でどうにかなるでした。はい、歌心はありますね。ね、はい、すごい歌うすね。そう、はい、ね、ただやっぱ、はい、バラはね、バースのこのね、はい、俺前言ったんですよ本人に、うん、すごいポチョムキンみたいなラップすねって。
あー、それすげえ八文字さん超ポチョムキさん好きじゃないですか。はい、超褒め言葉っすね。でバラも好きなんですよ、うん、で俺とバラの公式見解として2人のね、うんうん、ポチョムキンさんのそのバースのここスタートのここから終わりのここまで上げるから好きなようにラップしてっていうのの、うんうんを二人とも分かってて、うん、あそうなんですよそうなんですよ分かってくれましたって言って仲良くなりました。はいはい、あよかったですね。はい、それは青春さんには分からない。そうですね。はい、はい、すいません。なんで、はい、まあこれからねちょっとカラオケでガキレンジャーを歌ってください。はい、わ、はいはい、かりました。お願いします。ということでね、はい、今週紹介しましたのはバラエケ柴犬でした。はい、はい、来週はね、はい、とっておきを持ってきますよ。おお誰だ。言わないです。わかりました。楽しみにしてます。はい、はい、今日ゲットしました。おお、ああ、なるほど、なるほど。あ、違うっす。あ、違うんだ。違うんかい。違うのがあるんですよ。了解です、わかりました。ということでね、はい、来週もぜひこのコーナーね、8文字のバトラーズソングをお楽しみにしてください。はい、お願いします。そして、いつもは続きまして、バトラーメーカーって行くんですけども、はい、今日ジブさんお休みなので、はい、そしてバトラーメーカーももうとうとうラストのポなんで、一周、まあ、お休みしようかなと、はい、いうことになっているそうで、うん、来週やりますので皆さん、ポのバトラーを、ね、お願いします。はい、ハッシュタグ WREPBFREPBF で投稿お願いします。はい、お願いします。はい、というわけで参りましょう。はい、ここからは本日のゲストの登場です。はい、改めまして本日のゲストはこのお二方です。こんばんは、ユーツダンサーです。よろしくお願いします。そしてアイディです。はい、ユーツダンサーアイディよろしくお願いいたしま す, いします。はい、はい、来ましたね。セシャインさん、この二人を呼んだのは、この二人呼んだんですか。はい、そうですね、やっぱ二人とも、うん、ファンがいっぱいいるんでね。はい、いや他の方もファンがいっぱいいるんですけど、ね、はいはいはい、やっぱ関東に住んでてみたいな、はい、近く数字が取れるって話してるんですか。そうですね、あとで僕が携帯で呼びやすいメンバー誰だろうな。なや、なるほどなるほど。ユーツダン電話帳に入れてユーツダンサー、はいはいはい、ID 出てくる、はい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 、でこの二人ですね。ありがとうございます、はい、お願いします。まあっていう冗談はさておいて、まあ来週のね全国18章に出てもらえる、はい、まあっていうところも条件ですもんね。そうですね、はい、はい、そして18章、まあアンサーも久しぶりだし、 ID も前回もぶっかましてるし、予選もぶっかましてるし、いろいろ話聞きたいところもあると思うんで、うん、聞いていきたいなと思うんですけども、はいはいはい、まあまず2人とも最近はどんな動きをしてるのかなっていうのが、まあアンサーからいかがですか。そうですね、去年東京に上京してきまして、はい、うん、でまあ東京怖い街だなっていうのはすげえ肌で痛感したんですけどそうだけどやっぱりなんかそのアインシュタイン、今もちょっと実は T シャツ、アインシュタインの T シャツを着てるんですけど、はいはいはい、偉人のねアインシュタインあ、ベロ出てるんですねそうそう、はい、なんですけど、そのアインシュタインっていう大阪のアーティストと、はい、なんか試しに1枚ちょっとメジャーからリリースさせていただいたりだとか、うんうんうん、だから逆にソロはちょっと1年以上出せてないんですけど、あ、そうだね、去年はまあバトルっていうよりかは結構作品作りだったりライブの土佐回りでいろんな地方行かせてもらったりとか、うんうん、まあ、そういう活動をしてて今に至るんですけど、ちょっとバトルも改めて本腰入れて頑張っていこうかなっていうのが今の心境ですね。はいはいはい、はいはい、なるほど。あ、だからもう18章も、そうですね、もう結構 軽めにというか、やるよって なった、その18章の前に実はUMB の北海道予選にありましたね。めちゃめちゃ久々に、まあ、その去年もアンダー22とか出させていただいたんですけど、うん、こう改めてもう本当にもう勝たなきゃみたいな気持ちで久々に取り組んだバトルが、うん、UMB 北海道先々月ぐらいのバトルだったんですけど、はい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 、それはやっぱさすがに腰重かったですけど、出ちゃってからはもうまたその後戦国のお話いただいて、いやこれはもうすぐ即決で出させていただこうっていう判断に至りましたね。はいはいはい、はい、ありがとうございます。あれでも UMB 北海道のアンサーめちゃくちゃすごかったね、うん、ね、あ、本当ですか、え、見ました見た見た見た、あ、本当ですか。あれリトル君、はい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 、あれ結構きつかったでしょ試合ですか、うん、いやもう実はやっぱ東京に出てった北海道のラッパーで、しかも地元が札幌じゃないんで、うん、なんか1回戦からすげえお客さんあったかくない感じはしてて実はいやほんとそうだと思うよ、そうめちゃめちゃみたいな、あ、もうじゃあ実力で勝ち上がるって感じよね。そうですね、まあそんな言い方したらあれかもしれないですけど、でもなんかこう回をこうますごと何ですか、1回戦2回戦、ね、そうそう突破していくごとに、うん、少しずつなんかお客さん味方につけてったじゃないですけど、ちょっとあったかくなってきて、はいはいはい、やっぱ MC バトルそりゃやっぱ久々にドヤ顔で出ても受け入れられないよなと。あ、だけどやっぱこう自分が本当にがむしゃらにやったらやっただけすげえお客さんもついてきてくれて、で、はいはいはい、準決勝じゃあベスト8か準決勝でリトル君だったんですけど、うん、なんとかベスト8はリトル君、あ、ベスト8ですよね、うん、そっかベスト8がリトル君だったんですけど、うん、
あれはベスト8じゃなくて1回戦で彼と当たったら負けてたかなっていう。なるほどなるほど、なるほどね。まあ、そういう分析ができるところも多分結構強み、うん、いや大人になりましたね。そうだよねなるほど。結構俺も UMB 北海道出るって最初聞いた時に、はい、うわアンサー大丈夫かなみたいな。わかるよ。結構言われました。いやだってやっぱその地元出て、うん、地元以外でスターになった人間が地元に帰ってきたら、うん、すっげえアウェーになっちゃうと思うの。洗礼を浴びるよね。でもなんか全然結構ホームにしてるし、はいはいはい、すごいなみたいに思ってたし、ね、うん、でもそれは俺らが見えるとこじゃないですか、ベスト8からとか、うん、だからまあそれまではもう本当自力で頑張ったんでしょうね、うん、そもそもさエントリーの瞬間でさ、うん、もうそれはすごい言い方申し訳ないけどさ、はいはい、北海道あれ64人ぐらいもっといたんだっけ。64人ぴったりいましたね。64人エントリーでさ、はいはいはい、初めてマイクを握るみたいな人と、うん、ユーツダンスが一緒に並ん2000円払ってエントリーしてるわけでしょ。そうですね。さらにドリンク代も払った気がしますねだってそんなの周りのやつだとかからしたら、はい、もう俺がもしね、うん、その北海道に住んでる、うん、ちょっとしょぼくれたラッパー、しょぼくれたかな、その目が出ないラッパーだったらね、自分がね、自分がね、うん、自分が出ないラッパーだったらね、はい、多分ねもうアンサーとかでね敵でしかないって思う。もうあ、敵むき出しでね、敵むき出しの嫉妬心でしか、ね、はいはいはい、服ビリビリに破いてやる、服ビリリ、あいつらあんな、いやいや髪はかっきくしやがってみたいなめちゃめちゃでも本当くじ引きの時から雰囲気はそうでしたよやっぱり、すごいね、はい、もうそんなのかね、すごいな、はい、まあまあこの後もいろいろ聞いていきたいと思いますが、うん、ID はいかがですか最近、どんな感じ。ああ俺はとりあえず、うん、バトルはお呼びいただいたりとか、はい、タイミングがあったタイミングで、まあ、仙台も出てもらったしね。そうですね、うん、あれすげえ楽しかったです。楽しかったねすごかった、すごかったね、ヨレヨレだったんですけど、うん、次の日帰りました。でなんかバトルとかは、まあ、バトとかっつったらあれですけど、うん、普通に楽しんでできる今までとちょっと変わって、なんか逆にちょっと葛藤とか入ってきちゃって、おなんか、うん、なんていうんですかね、なんかもともと結構ズブズブにバトラーっていうスタンスじゃなくて、うん、まあ、なんかバトルしか俺はないんだっていうよりも、うん、その自分を表現する上での広がりを見せるコンテンツとして、はいはいはい、そう使わせてもらうっていうのはちょっと一番開口にいつも言わせてもらったんですけど、うん、そういうのも相まって、なじゃあなんで俺まだ出てんだろうみたいな、もう弾く時来たんじゃねみたいな葛藤が結構、まあ、数回あって、うん、でまあその最中だったんですよ、その仙台の時も、うん、でおそうでなんかやっぱログ見直してもあんまり自分が好きなラップはできてなかったなとか、かっこよくないな俺みたいになって、結局なんかなんていうんですかね、上手い人今散々出てきて超やばいなって、バトルっていうのがもう一つ次のステップに行きかけてるみたいな、そのコンテンツとしてやべえところまで行ってるっていう、そこを目指すんじゃねえじゃんそもそも俺みたいな、はい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 、俺って俺がやべえから俺がやべえことを伝えるっていうそのなんていうんですかね、その継ぎはぎの帝王学的なものを自分のアイコンにしてたから、はい、っていうとこを外周してきたとこっすぐるっと回って、ちょっと ID の、 言葉選びすごいね、喋ってるだけでもすごいね、なんかうん、そうすごいですよね、なんかそういう感じでやってたっすね。だから18章とかは割といい意味でライトにすげえ楽しみにしてます。はいはいはい、はい、いやなんかさやっぱりその、うん、まあ ID とかも本当になんだろう、かっこいいじゃないですか。そうだね。いやなんかもう一言でなんかなんだろうな、バトルに強いというよりも、うん、わあこいつかっこいいなみたいな、普通じゃないんですよね、うん、でも結局やっぱバトルだから負けちゃうパターンが多いっていうか、あバトルだからどっちじゃどっちの勝ったポイントが多かったみたいな、だったら、はいはいはい、いや相手だったなみたいなパターンが多いから ID 負けること多いんですけど、うんうん、そうそう、でもそうだね、 ID が打ちのめされて、うん、あちゃーみたいなのはないもんね。ないと思う、うんうん、確かに。だけどちょいちょいありますよ。いやない、いや本人はあっても傍から見てたらなんか ID が負けたんじゃなくて相手が勝ったっていう試合じゃん。ああなるほどなるほど、うん、やっぱ意志が強い人怖いっすね。あ出来上がってる人、はいはい、溶接されてる感じの、17章の時さ、うんうん、結構呂布さんにやられたなっていうのは、そうガチガチだってだよね、隙間ねえみたいな、登れねえみたいな、それは結構そう意外だった。 ID と話してて、いやなんか分かるんですよ、なんか見えないスカウターみたいについて戦闘力が見えるんですよその戦闘力やば。俺らはじゃあ八王子さんはまあ、うん、60ローぐらい、65で呂布さんは5000です
じゃあ俺は正社員は 3.8 ぐらい。でも小数点刻んだっすよ。 3.8、 はい、俺あのドラゴンボール最初にあの出てくるあの町民みたいな感じで、はいはいはい、何あの幼女といる時は80ぐらいも、ね、バカ野郎強くなんだ幼女といる俺より強いじゃん。幼女といるからねえよそんなねえよ。いや娘っすよ多分。娘かい。そうそうそう、はい、パパ、はい、まあそんなね、はい、あのいろんな話をしていきますけども、はいはい、まあ2人の活動はそんな感じというところもあるんですけども、はい、まあ18章についてちょっと触れたいなと思いますんで、うんはいはい、まあ、まずはアンサーから、うんまあ、いくつかこのねあの正社員さんに質問考えてもらったんで、はい、18章についてまずは望む意気込みはいかがですか。そうですね、18章メンバー見たんですけど全員めちゃめちゃ怖くて、うん、そうだねそうなんです、気が重いなって感じなんですけど、うん、でもなんていうかこうなんとなく何回か勝っちゃうっていうよりかは、うん、それ結構会場にいる何千人の方には届くと思うんですけど、はい、じゃなくてなんかどうせだったら、ね、1回戦2回戦どこでまでいけるか分かんないですけど、うん、全部がっちり気合い入れてかまして、うん、なんかどうせなら後から YouTube 乗るような試合した方が俺にとってうまみあんのかなみたいなことは考えてますね正直。なるほどね、正直な話ですけど、はい、だからまあ本当に1回戦1回戦もう本気で全力で抜くことなく、うん、もうぶつかってベストバウトしてみたいな気持ちですね、うん、今は。はいはいはい、はい、ありがとうございます。そして戦いたい相手はいる？いや別に本当につまんない話誰でも戦いたくないですよ。だけどまあこの多分言わなきゃいけない感じの書き方なんで、うんはい、強いて言うならやっぱり燃えるゴミさんとか やりたいなとは思ってますね。はい、すごいバリ雑言が出そうだねまあでも一回ゴミともやってるもんね12章の時に。そうですね、やってて、うん、その後ツーオンツーみたいなのもやってて、アズワンでやってる、はい、全部バッチバチにしばかれてるんですけどまあでもあれだよね、そのもう負けてらんないよってことでしょ。なんかその第三者というかお客さんからしても多分燃えるゴミさんみたいなスタイルの方に俺みたいなやつがこういじめられてるのを見たいと思うんですよ、みたいな、すげえな見たいと思うんですけど、だけどそういう目でこうお客さんが見てる中、じゃあ俺がどんだけやれんのか、でそこで俺が結構やれた時にお客さんの反応ってまた変わってくるのかなって、はいはいはい、試合前はね意味ないとこで負けるぐらいやったら、うん、本当に絶対勝てねえだろってとこと当たって、はい、やれるだけぶつかりたいなっていう気持ちが。そして勝てばいいんだもんね。もう勝つ気でいきますね。なるほど、はい、逆に戦いたくない相手いっぱいいるだろうけど。いや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 だけどムカデって あいつなんかたまたまクラブで会って、うん、すげえバイブスがなんか、いやもうアンサー君青春なんすよ俺らのみたいな、おいいやつじゃんみたいな、なんか YouTube で見てるよりいいやつじゃんと思って、何回か実はプライベートで最近遊んでて、はい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 、でじゃあフリースタイルして遊ぼうよとか、あいつマジ連絡遅くてあいつ連絡返ってこないんですよ結構、うん、っていうのがあるんですけど、そんなことを今言いつつも、だけどそのムカデって俺よりさらに年下じゃなんで、 そうだね、うん、そんな子に負ける姿はちょっとさらせないなってことで、逆に年近い MC とは当たり戦いたくないですね。あ、誰がいる、同世代ムカデしかちょっと覚えてないんですけど、2個下がムカデなんですけど、はい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 、あと誰だろうな、ドープマンとか。あーでもドープマンくんは面白いんじゃないですかね。ドーブマン、あとは誰だ、ジョーとか。ジョーとか。ああ、やりたくない。全然やりたくない。しかも同世代って結構さ、勝ち合っても何回もやってたりもするじゃん。はい、そう、なんか上3個、下3個ぐらいは当たりたくないですね。なるほど。はい。じゃあ、大人かな。大人とやりたいですね。なるほど。やんなら。はいはい、わかりました。そして賞金今回100万円でございます、また。はい。使い道を。いやでも東京出てきて、さっきから東京の話ばっかですけど、すげえお金の大切さ改めて分かっちゃったんで、うん、多分両手話で旅行とかは行かないんでしょうね。あーやった100万だっつって、そうそう、多分それで遊んじゃったりはしない気がしてて、はいはいはい、じゃあ作品今それこそアインシュタインとはメジャーでやらせていただいたんですけど、うん、8月9月にまたちょっとソロでまた後で話させていただくかもしれないんですけど、作品をリリースするんですけど、はい、そういうのも全部自分の自主のレーベルからやってるので、うん、いろいろお金がやっぱかかるなっていうのが今回改めて、映像もそうですし作るのもそうですし、うん、だからそういうのの、うん、さらに来年なのか次の作品の資金に充てるのかなっていう結構真面目な答えになってきちゃうんですけど、はいはいはい、そんな感じがしてますね。賞金は考えてるね。はいはい、はい、まあね、じゃあそんなアンサーの曲をね、うん、まあ、まずは聞いてもらいたいなと思いますが、曲紹介はご本人からお願いいたします。はい、ソロの活動はちょっと1年ぐらい前になってしまうんですけど、1年以上前のリリースしたあの雲の上というアルバムからリード曲のあの雲の上聞いてください。
はい、お聞きいただきましたのはユーツダンサーであの雲の上でした。はい、アンサーにいろいろねお話も聞いて曲も聞いて、はい、はい、みんな聞いてっか、はい、うん、アンサーについてちょっとコメント拾いたいなと思うんですけども、ヒゲの黒渕さん、アンサーくん手堅いな、さっきの賞金ですね真面目なんですよ実は、はい、そしてゴモラさん、アンサーと、ムカデが仲いいの意外なようでめちゃくちゃ似合うな、うん、でも確かにあの各世代のその近いですよね、スタイルがね、うん、近い、なんか、うん、まあ見た目のおしゃれさとかね、そうだね、うん、髪の色が黒じゃないとかね、そうざっくり、はいはい、あれな、ムカデ面白いからな、うん、本当な、いやこの間ムカデとね、はい、飯食い行ったらね、はい、あのや俺焼肉食い行ったら、はい、あのもう野菜しか食えないって言ったらムカデが、はい、おじいちゃんじゃないですかって普通に言ってきて、ね、お前もいずれそうなるんだぞっていう言い返したかと言い返せなかったね、そうですね、言い返せないね、はい、言い返せませんね、そうですね、ダムカデとアンサーには逆らえないですね、逆らえませんね、アンサーさんにも逆らえない、はい、まあそんな感じで ID に次は聞いていきたいなと思うんですけども、はいはい、まあ ID はねまずはあそっか活動は聞いたんですもんね、うん、どうでしょう、同じ質問ですけども18章についての意気込みどんな感じで臨むのよ、すげえ考えてたんですけど、なんて言おうかなって考えてたんですけど、なんか極論死に場所を探しに行くぐらいのバイブスで、はい、そうバトルの死に場所を探しに行くぐらいの、はい、まあ、要は人間なんか生き物って死ぬ時超生きようとするじゃないですか、うん、あで主人公って大体生きる気で生きてねえなっていうか、全力をそこにぶつけて、はい、で結果生きたみたいな、あっていうあの姿勢スタンスっていうのが結局どこを通ってもゴールなのかなって思って、うん、まあ心臓で生きてる以上っていうはいはいはい、はい、そう思ってて、だから、うん、とりあえず勝つとか負けるとかじゃなくて、うん、死ぬ気でやる、あ その場をね、その場で死ぬっていう気でやったら、いやいいっすね、勝つ、うまいとかうまくないとかじゃなくて多分食らわせれると思うから、はいはいはい、そういうのに俺は感化されて多分ヒップホップを触れてるんだから、そういうスタンスを誰かに見せたい、すごい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 、ちょっとすごいな、17章の時はそんな感じだったの、17の時はどうだった、で全然違いました、全然違ったんだ、全然違いました、なんかもう普通にツーベースヒットでいいかなみたいな、いやだってその頃とか、まあ、去年のバトンのグラディアンとか、あ、結局あれもすみません、ちょっと一瞬、はいはい、結局あれもなんか結局最後僕のバトルの前にちょっとあったじゃないですか、あーいざこざがあったね、飛び出しみたいな、うん、はい、そうあれあったから結局怒ってはいたんですよね、燃えてはいたんですよ、あーはいはいはい、そう なんだけど、うん、なんかそこかなみたいな、俺が稼働させるべき部分はそこなのかなみたいな、あそうだから全部バースにソロスピットしていくみたいな、うん、バイブスでやるっていうの意味で主戦を入れました、17もサボってないです、いや全然いいはいはいはい大丈夫大丈夫大丈夫だよ、なるほどね、大丈夫だよ、でもそうですよ本当に、去年の年末のバトンの時とか、うん、ID にちょっといいっすかっつって、うん、俺バトルやめようと思ってるんだけど個別で相談されてたりとか、ね、はい、そうしてた、うん、でもまあ ID とかは、うん、アンサーもそうだけど、やっぱ ID アンサーは、うん、もうバトルのシーンの中で必要なんで、うん、やめちゃダメですそうだね、はい、でも規模がね、どうだね、君たちに腹のある人間やめちゃダメです、そうダメ、あの代わりのいない人たちいないんだからダメだよ、いやそれお言葉返すんですけど、正社員さんも同じですか、はい、いやめちゃダメ同じ、俺が入ってないんですよいやもちろん橋本さんやめるわけないです、ああ自分今泣きそうだよ、ありがとう、いやいやいややめないで、泣いて見えないけど、はいはい、まあそんなね ID、はい、あの人とは違ったその気合の入り方がしてると思うんで、はいはい、まあ戦いたい相手っている、戦いたい相手はこれも超考えてたんですけど、うん、なんかなんていうんですかね、盛り上がりとかっていうのを一旦省いて、はい、俺が一回提示したい相手は、うん、俺やっぱムートンだなと、おお出ますよね、出るよ、出ますよね、まあ、ムートン、え実際ほら仲いいわけじゃん普段、はいはい、やれる、やれます、関係ない、てかむしろ俺があいつより多分、うん、いろんな部分でフリースタイルっていう部分においては、はい、いろんな部分で俺やっぱ見ぼれちゃう、惚れちゃうんですよね、はいはいはい、こいつすげえなって、うん、全部落としてるなって、別にゴーゴー燃える日じゃないんですけど、はい、青く揺らいでるなんていうんですかね、パッションみたいなのをいつも見てて、でバトルっていう土俵においては俺はまだなんか自分の日を提示できてないと思って、はい、そうでなんか年も近いし、きっとあいつが辞めるっていう選択肢を取らない限りは、うん、ずっとこのヒップホップのフリースタイルのキャリアのセンターにはずっといる人だと思うから、一、はい、回曲を交えたっていうのもあって、うん、じゃあ今度はフリースタイルで
俺とマルヒをぶつけてみようっていう感じで、はいはいはい、そう熱いムートンやりたい。いやー見たいな見たい見たいな。しかももう一つ言うなら、もう一つ言うならお願いなんでやばいビートでやりたいです。あのキャッチーなみんながわーってならなくてもいいんで、とにかくやばいビートで。でも今回ビートはあのペコと、うんうんうん、多分ムートン当たる人だっけ、あの2回戦からだから、うんうんうん、ペコとセロリさんと、うん、まあその結構いろんなビート買ったりとかしてるから、うん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 、シオンのビートもあるから、うんうんうん、結構やばい試合になんじゃねえかなっていう気はするけど、ね、そうですね。もうなんかその小さいそこでものが完結する、まあ大きいんですけど、うん、そこで1個区切れるぐらい存在感のある一戦がしたいですね彼とは。はい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 、はい、いや見たいな見たい、うん、見たいけどね。そして逆に戦いたくない相手誰、うん、戦いたくない相手はすげえふぬけたやつ、面白くないやつ。いねんじゃねえか。いないんじゃない。なんかけどいないと思うんですけど、うん、俺も出て実際思ったんですけど、うん、いないんですけど、なんかその、うん、なんていうんですかね、僕が今回こうやってなんかある種一瞬の何かを燃やそうとしてるのに対して、なんか妙に保守的なものとかを感じ取れる相手とはやりたくない。はあ、そうお客さん、うん、MC いて、うん、DJ いてとかっていうのを全部省いて、うん、俺はパフォーマンスっていうのも込みでなんか衝突したいんですよね、バトルというのも、うん、はいはいはい、なんかそこでパフォーマーで止まってる人とはあんまりやりたくないですかね。俺過去の俺とも言えます、逆に言えば、うん、はいはいはい、超は低迷期っていうか自分がちょっとうーんってなってた時の俺はパフォーマーだったんですよ。パフォーマーとはあんまりやりたくないなと思って。まあ例えばなんだろう、当たった相手が遊びに来てるのを感じ取れちゃった時とか、遊ぶのも例えば超エネルギッシュだったら全然 OK なんだけど、うん、あなんかレジャー感覚、うん、そうなんかこれを言っときゃ間違いねえフリースタイルの教科書を暗記してきたぜみたいなバースは聞きたくない。今超かっこよかったけど。じゃないけど、まあ、具体的に誰っていうのはやっぱいないっす、いないっすけど、はい、やっぱそういう場に直面した時に、それこそ、うん、前回のあれを出すようですけど、うん、バトルじゃないバトルはしたくないですね。ああ、うん、なるほど、ね。はいはいはい、はい、うん。なるほど。了解。まあ、ID が燃える相手がいいね。うん、そうですね。そうですね。そして、100万円でございます。はい、100万は、うん、30万はとりあえず親にあげて、お母親、俺片親なんですけど、はいはい、母親にあげて、で、まあ、ちょっとその、ヒップホップドリームの輪辺をちょっと軽く、うん、俺これだけやってるからっていうのをやって、はいはいはい、で、あとの70万は、どうすかね。いやけど実際そんな、なんかとりあえず20万で、どっかでかい場所借りて、うん、俺の友達とか、そのイベントとかパーティーに来たいっていう人を集めてパーティーします。おー、なるほど。まあ、はい、優勝記念パーティーだね。そう、別に優勝記念じゃなくていいですよ。各々がやばいことをしてくれて、はい、その一つのイベントとしてすげえ楽しい、誰も手つけてないような箱で、はいはいはい、はい、派手に遊びたい。やりたいことやるお金ね。そう、あとの50万はもう、次の門にぶっ込みます。おー、はい、みんな考えてんな。うん。すごい。まあ ID もね、こんだけ話聞いて、やってくれるでしょ。やってくれるよ。もちろんもちろん。うん。はい。あとね、コメントでね、ゴモラさんがね、UMB のコーチ予選出てほしいって。コーチ予選あるんすか？あるある。あるある。まあ、もともとの地元っていうかね、生まれはコーチなんで。俺コーチ育ちなんで、まあまあ、いいですよ。コーチの、コーチの、うん、俺コーチにあんま音楽でお世話になったみたいなのあるんで、はいはいはい、ID はそこでは生まれてないってことね。そう、あんまあ、その局所では生まれてるんですけど、部分では生まれてるんですけど、まあけど呼んでくれたら行きますよ。とりあえず俺のライブ見て、コーチだからなんとかとか遠慮してる奴らに火つけたいですね。俺はコーチで育ったけど、全然都内でバチバチやってるんで。はい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 、はい、確かにコーチ俺知ってる人いないかも。そうですよね。俺の知り合いはね。まあ、ね四国圏内でもものすごい。うん、まあね。そう。そう。そのまあねってやつを払拭するために超頑張ってるから、とりあえず高知県民これ聞いてたらブッキングしろ。はい、話。はい、ということで ID に聞かせていただきました。はい、ということでね、二人、まあ結構まだまだ話したいんですけども、はい、時間来ちゃいましたね。あら、残念。はい、バトルフィールド終了のお時間となります。はい、お二人にね、引き続きというか、補足でもお知らせがあれば聞きたいなと思うんですけど、アンサーいかがですか？あ、お知らせですか？はい。8
ちょうど今月なんですけど、うん、これはまだツイッターとかでも何も日付とかまだ言ってなくて、はい、まあ、ちょっとこの場を借りてもう初 の, あの発表し た, くしたいんですけど、うん、8月の今月の8月の24の日にあの自身初の今までこうバンでアルバムとか出しまくってたんですけどシングルカットのシングルっていうのをリリースするのが人生初めてでして、はい、あの配信 でそのシングルのアフタースクールって曲を8月24にリリースするのとでその前の1週間前の8月16日にミュージックビデオも結構がっちり作ってあるできたミュージックビデオも8月16日に公開して、うんうん、でそのシングルの曲も収録されたEP というかミニアルバムみたいなものが9月にバンで出ますって感じですね。はい、皆さんチェックしてください。がっつり動いてますんでね、はい、ID はいい。どう？俺は8月の15日に、はい、あの初のソロ EP を、うん、あのフィジカルと、うん、ストリーミングと、はい、iTunes ストアで販売、iTunes ストアはちょっと早くて12日から出すんですけどの先行発売、インスタントドープ EP の先行発売を、8月11日の戦国18章の物販でさせていただこうと思ってて、でここ以外でこのタイミングでその CD で買えるタイミングはないから、もしバトル見に来る人もしくは俺のその CD を買いに来てくれる人とかいれば、うん、超ナイスなタイミングだと思います、はい、あと MV がクエスチョンっていう MV が、うん、先週の7月26日の自分の誕生日に新しいミュージックビデオも上げてるんでそれもぜひ見てもらえればクエスチョンっていう曲があります。はい、はい、皆さんチェックしてください。お願いします。ということで、はい、次回のバトルフィールドの放送は8月10日、金曜日夜8時となります。18章1年実だね。あ、そうだね。はい、うん、以上お届けしましたのは八文字と MC 正社員でした。はい、そしてゲストの、ID ゆっとダンサー、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後は本日のゲスト ID の、インスタントドープから、曲を、曲聴きながらお別れとなりますんで、本人にご紹介をしてもらいたいと思います。皆さん来週もよろしくお願いします、はい、じゃあ ID 曲紹介よろしく。クエスチョンっていう曲なんですけど、まあ、さっきラジオで話した通りに本当に悩むっていうか、やっぱ完璧だと思ったものが意外と完璧じゃなかったり、ゴールだと思ってたのが意外とゴールじゃなかったり、まあ結局疑問を抱き続けてたから今があるっていうのがあると思って、でとりあえず曲にしてみたっていう感じです。超イケてます。聞いてください。クエスチョン。あ、いい。